改めてご紹介したいと思います、はい、クリニック集客コンサルタントマッキーこと牧田隆さんです。ようこそお越しくださいました。サラリーマン時代10年間インテリアのデザインをずっとやってまして、はい、サラリーマンで、はいはい、で10年目に独立をして、それから27年間、はい、株式会社キャメルというのを立ち上げて、はい、あ、なるほど、今日ホームページで見せていただきました。そうですね、はい、まだ潰れずにやってますが頑張ってます。いやもう絶好調じゃないですか、はい、でその中で数多くのお店を作ってきました、はい、あ、じゃあ建設のですね、はいはい、いろんなお店を作ってきました。お店もいろいろありますよね、はい、そうですね、はい、基本的にはですね、はい、一番多いのは病院とか、はいはい、あ、病院ですね、老人保健施設、はい、特別養老人ホームとか ありますよね、はいはい、それからクリニック、はい、そういうのが、6割ぐらいですかね。それからあと美容室ですとか、はい、あ、おしゃれですね、喫茶店ですとか、あ、いいですね、まあ、いろんなもの作りました、いろんなもの作ってきたんですけども、はいはい、やはりここ5年10年の間に、はい、だいぶ世の中変わってきましてね。変わりましたね。でだんだん日本きつくなっていますよね、うん、きついですね、状況が良くなくなってきた、はい、それでお店作るのもものすごくお金かかるんですよ、はい、実は。あ、そうですよね、はい、ですからそのオーナーさんというのは大変な努力をしてるんですね、はい、なるほど。小さいお店を作るって言っても、はい、1000万2000万簡単に使っちゃうんですね、お店を作るのに。うん、はい、先行投資がそうです、大変ですよね。大変です。回収できる見込みが見えないままスタートしなきゃいけない状況の方もいらっしゃいますよね。でやはり私長年作ってきましたけど、はい、やはり10年経って、うん、はい、じゃあ自分が作ったお店も含めて、はい、どのくらい世の中から消えてしまうのかというと、はい、8割ぐらい消えてしまうんです。あらまあ、これってきついですよ。きついですね、うん、で特にこの震災3月11日以降、はい、だんだんもっときつくなってきてる状況が見えてきてまして、そうですね、実際つまりお客様が使っていただけない、はい、そういう状況が非常に多くなってきてるんで、はい、私はこれから次のステップを上げるに行こうかなと、うん、はい、店舗を作る側から、はい、店舗を集客する、店舗に人を集める、はい、なるほど、この仕事をしようかなと。今まで作ってきたわけですけど、はい、ピンチをチャンスに変えていくところですね、はい、そうですね、はい、いや、なるほど、スポーツみたいですね、本当にね、ピンチ、うん、簡単には、ね、言うんですけど、なかなか難しいんですよ、でも、うん、ピンチをチャンスというのはね、はい、でも何かあれですよね、お考えがあるということで、はい、そうですね、うん、はい、実はやはり世の中これだけ変わってきて、はい、悪いことばっかりじゃないですよね。例えばインスターネットを活用して、はい、もう、はい、そうですね、今非常に、まあ、ブームのように、はい、Facebook ですとか、はい、ミキシーですとか、そうですね、YouTube ですとか、ユーストリームとかありますよね。ですからソーシャルメディアを使ってどれだけ集客できるんだろうと、はい、いろいろ日夜こう挑戦し続けてるんですが、なるほど、これが結構効率いいんですね。でやはり注目どころなんですね、はい、うん、まあ、でもたくさんの方が今やられてると思うんですけど、はい、そうです、それでもあれですか、まだまだありますか、はい、いや実はですね、まだインターネットで本当にブロードバンドで、はいはい、使えるようになってくる、まだ 2,3 年なんですよ実はね。あ、そうか。それで大企業から中小企業は、はい、もうどんどん使ってるんですけど、はい、じゃあ零細企業のオーナーさんは使ってるのかっていうと、はい、ほとんど使ってないです。あ、うん、そうなの、はい、なんかね使ってそうな感じがしてたんですけど、うん、ね、ホームページもなくて、はい、まだこれからとか、そうです、そういう人たちたくさんいます。本業のメインのものは持ってたけど、新しい商材なりサービスをつけたときにそれの一番発信したいものを上手に活用できてないっていうところありますよね、うん、ホームページだけ作ってそのまんまみたいなね、そうですね、企業さんもあるかもしれないですよね、はい、ホームページも作れば見てくれるかってそういう問題じゃないんですよね。発信の仕方って大事かも、はい、そうなんですね、はい、その辺に風穴開けようとしてらっしゃるようですね、はい、どんなふうに例えばですね、ホームページ作っても、はい、ヤフー検索したり、はい、グーグル検索すると、はい、一番1ページ目に出てきて、はい、しかも上の方に出てきてくれないと意味ないんです。そうですね、はいはい、一般の人は5段目ぐらいまでしか見ないんですか。見ないですね。2ページ目は見ないんです、はい、そうですね。そうすると1ページ目の上の方に
ランクされないといけないわけです、はい、そうですね。そのためにちゃんとあのそれなりの作戦なり、はい、なるほど、あの戦略なり持ってないと、はい、これがあの出してくれないんですよね。そうですね。だってどうすればね、あれ、うん、あの上の何でしょう、そうそうそう、先頭に行けるのか分かんないですよね。まあ、およそ、はい、あの SEO と言われる対策を講じると、はいはい、上の方に出るんです、はい、それから、うん、あのホームページを作っただけだと、はい、結局あのヤフーも、はい、あの検索しても引っかからないんですよ。でどうしても早急にやりたければ、はい、あの PPC という広告を逆に打って、はい、お金多少かかりますけど、はい、一番先頭の一番いいところにどんどん出ます。あら、そういうコツがあるんですね。コツがあるんですね、はい、ですからいろんな方法がありますので、はい、それを駆使する。それから無料の、はい、先ほどの、ね、ソーシャルメディアを使って、はい、それでお客様を呼び込む、呼び込む、こういう手もあるんですね、はい、ですからそれを、はい、あの中小企業、はい、零細企業と言わずに、はい、自分たちができることをどんどんやっていけばいいんです。なるほど。でそれも教えますと。それからあのできない人はお手伝いもしますと、はい、いうのをやろうかなというふうに思ってます。じゃあちょっとこのあとまた続きを、ね、そうですね、アクティブシニア応援団の顔の一つかもしれません ね、はい、一回ここで曲を聴かせていただきたいと思います、はいはい、そうですね、クリニック集客コンサルタント、ね、マッキーさんです。はい、はい、先ほどちょっとお話を聞かせていただいて途中だったんですが、はい、まあ、その後、まあ、詰めたようなよく、まあ、なんていうんですか、インターネットは皆さん始めてるじゃないですか、はい、そこからちょっと他との人と違うというのはどのようなあれ戦略をマッキーさん考えていらっしゃる。はい、はい、ですね、はい、あの私が今までずっとやってきた仕事の中で、はい、あの今これからやろうとしているのは、はい、第1弾目があのクリニック、はい、デンタルクリニックを中心に、はい、まず集客のお手伝いをしようかなというふうに思ってます。歯医者さんね、歯医者さん、さっき私間違ってレンタルクリニックって言って、はい、レンタルのどうといろ、はい、いろんなのがあって勝手に思ってしまうね、デンタルですね、デンタル歯医者さん、はいはい、どうぞ。特に歯医者さんっていうのは、はい、今あの東京大阪、はいはい、まあ、首都圏においては、はい、コンビニの数の倍ぐらいあります。え、すごいね。だってコンビニだってたくさんありますよ。その倍ですか。そのぐらいあります。いつの間に、そうなんです。それで、ちなみに私の住んでる品川区、はいはい、西中野部の、はい、エリアなんですが、はい、私のインターネットでバッと調べると、はい、たまたま駅が非常に都合のいいことに10分以内に5つも行けるんですけど、そこに調べますと45、6件あります、歯医者さん。10分以内の距離に45、6件ってもう、いや本当です。本当競争大変ですよね、はい、コンビニだって確かにそこまでないですね、コンビニ全部足しても23件ぐらいですよ、ね、そうですよね、うん、ですから、まあ、ある意味極端に駅が隣接してるんですけど、はい、それにしても東京都内でいきますとコンビニの数よりはるかに多いです、はい、なるほど。でこんな状況の中で、はい、やはり歯医者さん出店するのものすごいお金かかるじゃないですか。そうですね、で非常に苦しんでる歯医者さんもたくさんある、はい、まずそこから、はい、あの応援していこうかなと。なるほど。地元からですね、はい、日本を元気の前に地元から。そうですね、活性化をっていうことなんでしょうね。なるほど、はい、そうですね、作ってね、そのまま終わってしまうというのはあまりにも寂しいですもんね。だって今でさえ競争激しいのに、はい、新たに出てきたら共に成長とか共に成功性繁盛というよりは、うん、共倒れの可能性ってあるわけじゃないですか。そうです、そうです。いくらね切れ事言ってもそうなってしまいますよね、本当に。こんな時だからこそやっぱあの競争して戦うよりも共存して、はい、共に繁栄する流れを、はい、なんかリードしていきたい、はい、そうですね、やはりあの、歯医者さんといっても、はい、あの治療方法っていろんな方法があるんですね、はい、でその治療方法も含めて、はい、あのそのクリニックさんの一番強いところを強調して、はいはい、要はインターネットを使ってアピールする、はいはい、これを作業しよう。なるほど。まあ、業界用で USB とかって言うんですけど、はい、強みを生かして集客するという格好をインターネットの、まあ、ソーシャルメディア、はい、無料の部分を使って集客しようという格好ですね。はい、なるほどね。
なんかね、お医者さんってなかなかちょっと営業しづらいっていうんですかね、そういうとこありますよね、はい、それからあと、つい平成20年までは、はい、美容院とかの法律がありまして、はい、広告規制というのがありました、ダメですよね、はい、ですから、いろんなことを広告しすぎちゃいけないんです。ただその枠の中で、はい、平成20年からだいぶ緩和された部分がありまして、はい、あ、そうなんですか、病院の設備を見せてもいいです、はい、スタッフに登場してもらってもいいです、はい、動画も撮ってもいいです、はい、結構緩くなったんです。あら、平成20年ですから、まだ3年で す, 3年です、ね、ガラス張りになって、はい、自分のこう持ってる空気感なり、はい、環境なり、人っていうものを打ち出しできますよね。そうですね、ね、そうすると、自分の近くにこういうクリニックさんがあるのか、はい、要するに例えばデンタルクリニックさんがあるのかと、はい、で行ってみたいなと、はい、あ、中にこういうスタッフがいるんだと、はい、やはりオープンに してくれれば行きやすいじゃないですか。そうですね、ということですね、先生とか、はい、綺麗なお姉さんがいたら行きたくなるし、そうですね、なんかニコッとこう受け入れてくれて ね、なんか痛くないよ、大丈夫だよって安心感を出してくださると、そうですね、やっぱり笑顔はいいですね。そうですね、美容室さんなんかそれでね、ここ数年頑張ってきてる感じますよね、はい、だからそういう形でもしやると、そうですね、ね、ですから治療院、はい、それから美容室って、はい、結構進んでるんです。そういう意味で集客はもうかなり使ってます、はい、あ、そうなんですね、はい、デンタルクリニックさんはほとんど使ってないです、もったんないぐらいです。あらら、それから意外とそうですね、見ないですもんね、はい、言われてみれば。それから産婦人科さんとかですね、はい、これからどんどん集客するお手伝いができるかなというふうに思ってます。なるほど、はい、その集客していく上でのもちろんその形のね、はい、変化とか集客の仕方のノウハウっていうのはもちろん大事だと思うんですけど、はいはい、集客するコツというのかな、はい、ポイント、これだけは外せない要素があるとしたら、はい、キーワードは何なんでしょうね。そうですね、やはり自分の持ってる、先ほど言ったように自分の持ってる一番強み、うん、これは他のクリニックさんに負けないだというものをいかに持つかなんですよね、はい、でそれを患者様、はい、いわゆる来ていただく方に訴えかけるという必要があると思うんです、はいはい、なるほど、隣のクリニックさんと同じですって言われたら何比べるのって話です。そうですね、はい、そういう部分でちょっと遅れてたかもしれないです ね、うん、ですね、普通のお店でしたらね、はい、うちの強みはこれですみたいなことになりますもんね、はい、お話伺っててね、私のお友達にも歯医者さんいるんですよ、はい、でそのやっぱり集客とかお客様、患者様をこう増やしていくことってのはすごく大事で、地域に根ざした活動をするときに一番気をつけてることとか、うん、外せない要素何ってやっぱり聞いたことがあったんです、はい、そしたらおもてなしの心、はい、そうですね、患者さんっていう言い方はしないんですね、はい、やっぱりその家族とか、はい、なんていうのかな、身内の人が困ってて安心して来れる場所、うん、あ、とにかく治療よりも予防、はい、予防よりも家族を迎え入れる団らん的な空間作り、 そうですね、はい、そこをやっぱり、ね、おもてなしの心っていう表現でまとめてましたけ ど、うん、はい、どそんなことも参考になるか。そうですね、やはりこれは強みだと思うんですね、そうですね、圧倒的な差別化になると思います、うん、はい、なるほど、いい意味のね、はい、違いを見せられる、はい、プロデューサーって感じですか、はいはい、後押し役ですね。すいません、残念ながらもうお時間があっという間だね、そうか、来ちゃいました、すいません、はいはい、最後になんか告知じゃないんですけど、はい、一応ですね、はい、マッキーの収穫、はい、集客、はい、コンサルティングというキーワードを入れて、はい、Facebook ページからミキシーページに立ち上げましたので、はい、見ていただければありがたいです。なんか出来たてまだ立ち上げてほやほやということで、はいはい、今まで の、はい、経歴とは別の新しい顔の打ち出しですね、はい、なるほど、クリニック集客コンサルタント、うん、マッキー、はい、いいですね、はいはい、じゃあインターネットかホームページ、そうですね、ホームページ、うん、そうですね、Facebook ですね、マッキーと、はい、ミキシーとね、はい、はい、で検索していただければと思いますね、はいはい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです、ありがとうございました、はい、また遊びに来てください、は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 い。